富士山本宮浅間大社。富士山本宮浅間大社。富士山本宮宣言大社は、静岡県富士宮市にある神社。式内社、明神大社、駿河国一宮。旧社格は、官兵大社で、現在は、神社本庁の別表神社。社家は、富士市。全国に約1300社ある、浅間神社の総本社である。本宮は、 富士山から信仰の対象と芸術の源泉の構成資産の一つとして、富士山本宮浅間大社の名称で、また、富士山町の奥宮及び抹茶の屈指神社が、富士山域の一部である、山の信仰遺跡群の一部として、世界文化遺産に登録されている。富士山を新大山として祀る神社であり、境内は以下の二宮からなる。浅間大社は、 全国の浅間神社の総本社であり、富士信仰の中心地として知られる。境内は広大で、元宮社地で約1万7千メートルになるほか、富士山の8合目以上の約385万メートルも、社地として所有してる。本宮の本殿は、徳川家康による造営で、浅間造りという独特の神社建築様式であり、国の重要文化財に指定されている。また、 元宮境内には、富士山の湧水が湧き出す、遊漁口があり、国の特別天然記念物に指定されている。祭神をこの花の咲桜姫命とし、祭神にまつわる桜を神木として境内には、約五百本もの王子が奉納されている。また、古来より、富士市が大宮寺を務め、日本三大宮寺の一つに数えられた。古くより、朝廷、 武家からの数径が深かったほか、社地は大宮、村山口登山道の起点に位置することもあり、古くから登山を行う主言者からの数径も受けていた。古くは、縁起式神明帳に、浅間神社と記載され、明治時代には、富士山本宮浅間神社が正式名であった。1982年、昭和57年から、現在の正式名、富士山本宮浅間大社となり、 浅間大社の略称が多くで用いられている。浅間の語源については諸説あるが、長野県の浅間マさんのように火山を意味するとされる。浅間は古い古障で、現在の宣言は中世以降から用いられたと見られている。また、本宮は静岡浅間神社、神宮に対する古障である。その他、古来は富士の宮、富士本宮、 富士浅間宮なども、社号として用いられていた。富士の宮という呼称もあり、北条康時が浅間社参拝の折に読んだ和歌の言葉書に記載がある、新直線和歌集初集。またこの後は、浅間大社が鎮座する富士の宮市の使命の由来となっている。主催神、灰神。富士山には、その美しい山陽から、 女神と見る信仰が古くからあり、平安時代には、宮古吉家の富士山紀本朝門随初集に、浅間大臣として、竹取物語には、かぐや姫の名で、その表現がある。しかしながら、これに、古事記、日本書記に見えるこの花の作や姫が当てられたのは、近世に入ってからと見られ、それまでは一般に、浅間神の名で信仰されていた。の称、は、 阿蘇山、浅間山、浅日岳等に見られるように火山を表す古障と見られている。宮古吉家の記述も延暦21年、802年の噴火を取り上げており、この頃に浅間神の古障が生まれたと考えられている。中世以後の神仏集合時代には、富士大菩薩、浅間大菩薩、さらに降ると富士権限とも称された。富士山の神霊を、 この花のや姫にあてる起源は明らかでないが、文献の所見は、江戸時代初期の周雲王将以降である。この花、木花は桜の古名と言われ、祭神は富士山の美貌の形容に由来するとされる。また、神話にある、この花のや姫の家中での出産も、火にまつわる事象として意識されたとみられる。また、三島神、三島大社の祭神を大山神神と見て、 富士と三島が不死とする伝説も江戸時代頃から参見されるようになる。江戸時代の八代広方による古今洋蘭公には、二神を祀るという表現もあるが、現在は、上記のように、浅間大臣はこの花の咲く八姫命の別称、としており、集合した一柱の神格を取材神としている。また廃止神については、富士本宮浅間社記では太もと元尊神と、 大山積み神としている。ふとしもと孫神は、国のとこたちの孫とされるが、明治初年以降から現在に至るまでは、ふとしもと孫神に変えて、ににぎの孫を廃止神の一柱としている。浅間大社の由緒は、完成年間、1789年から1801年に大宮寺の藤民住により記された社殿、富士本宮は間社記に記載されている。 同期によると、水人天皇三年に、富士山麓の山足の地にて祀られていたという。そして慶光天皇の時代、日本穂高は、駿河国で族との刑にかかり延びの難にあった際に、浅間大臣に記念して難逃れたので、族土を平定した後に、山宮、玄三宮浅間神社に岩坂を設け、浅間大臣を祀った。後大道元年、八百六年、平城天皇の命により、 坂の上の田村マロが、現在の大宮の地に社殿を造営しと伝える。なお同期によると、もともとは、大宮の地は、福地神の社地であったが、三宮より浅間神が移るにあたってこちらも、先座したという、玄淵神社とされる。以上の社殿の一方、聖市での富士山噴火の初見は、俗に本紀天皇元年、781年7月上であり、それ以前は、 穏やかな山としての表現のみで噴火は起こっていなかったと見られている。浅間神の神格も火の神としてのものであり、忍寿三年八百五十三年の十三位の深海宝珠、神明の文献上書見以降、富士山の噴火と連動して、沈下のための深海少女も確認される。これらより、富士山沈下のため国家として浅間神を祀る必然性があり、実際の創始は、 噴火が起こってから潜座するまで、すなわち、天の元年、781年から、大道元年、806年の間と考えられている。また、もともと大宮に鎮座したという淵神社は、現在本宮境内の北方に鎮座しており、大宮の地主神として、古くから浅間大社の祭祀に深く関わっている。淵の神名は、 富士の三名と深い関係が考えられることに加えて、遊玉地を祭祀場として、富士山を水神の神格で祀っていたと見られている。このことから浅間神の仙座は、富士信仰が水の神たる、福地富士信仰から火の神たる、浅間信仰へ転換したことを表す象徴的な出来事だと解されている。六国史においては、忍受三年、 853年に、明神、十三位に除せられた。なお、これは、浅間神の初見でもあるが、初めから十三位という行為を授かるとは考えがたく、神明の成立はさらに遡るとみられる。上岸元年、859年には肖像くらいに、除せられた。また、上元六年、六十四年から上元八年、六十六年に、 多くの被害を出した、富士山の上岸大噴火に対して、朝廷では占いにより噴火を浅間社の祭祀対慢によるものとした。その結果、海野国でも浅間神を祭祀することとなり、結果的に浅間信仰は、海野川にも広がることとなった。以降、朝廷の数計を受け、縁起式神明朝では、駿河国富士軍浅間神社名神大と記載されて、名神大社に列した。 また、駿河国一宮としても崇敬された。駿河国府の近くには、浅間大社から感情を受けて、浅間神社、現静岡浅間神社の一社も創建された。本宮の浅間大社に対し、そちらは、新宮と呼ばれる。なお、海の国の浅間神社も、同国では、唯一の名神大社に弟子、浅間神に対する崇敬の深さが伺われる。以降、 公家や武家からの崇敬を受け、後代醐天皇の土地の寄進のほか、武家からは、車両の寄進や修復が重ねて行われた。鎌倉時代には、源頼朝の車両の寄進や北条義時の、社殿の造営と一等時の実力者からの崇敬を受けた。社殿、富士本宮あ様社記によると、源頼朝が、富士の巻狩りを行った際、やぶさめを奉納したことが、 浅間マ大社のやぶサメの起源とされる。南北朝時代には、足利高氏や足利忠義による車両の起進今川の隆寺や今川安則らの土地の安堵や、諸役の免除などが行われた。武田信玄は、頑丈を捧げ、その後、武田勝頼は天正四年から造営を進め、天正六年、1578年に戦遇を行った。豊臣秀吉も、 車両寄進の主因状を発布している。江戸時代に入ると、徳川家康は867国の主因地を安堵したほか、関ヶ原の戦いの戦勝を記念して、現在の社殿を造営した。慶長14年1609年には、富士山町における参戦取得の優先権を得た。その後の歴代将軍も祈祷領,領修理領の寄進を行っており、四大将軍、 徳川家綱は、金千両を、寄進、五大将軍、徳川綱吉は、銀五十枚、金二千両、後にも金七百両を、寄進、十大将軍、徳川家春は、銀三百枚を寄進した。その後も、徳川家の歴代将軍による数計が立たれることは、なかった。また幕府により祈祷が命じられることがあり、法永四年、1707七七年には、 富士山や木祈祷により銀百枚を配慮し、祈祷は富士市、富士大宮寺、公文、安守と別当が行っている。安永8年1779年には三、武行による再挙により富士山の八合目以上が浅間大社へ寄進された富士山をめぐる利権争いを参照。富岳の木1733年では浅間大社の様子を 是藤山根本の、浅間なり、この花咲くや姫を祀る、神主、大宮氏という、車窓に住院あり、境内桜王子、神のまなぎなり、社の東に懲りがありと記している。完成の車両目録をもととした、新職一覧。車伝は、慶長九年、1604年に、徳川家康の造営によるものである。法営自身、法営四年、1七百七年や、 安政東海地震、火永7年11月4日、1854年などで崩壊した建物もあり、現在は本殿、廃殿、楼門が現存している。安政東海地震にあたっては、大地震に、しかも5級大破損機が記され、その被害の様子を伝えている。室町時代にも造営が試みられており、富士情報や富士家宝の諸役等が造営の費用として、 まかなわれるなどしているが、戦乱の世の中で造営は円滑に進むものではなかったようである。乱などによりたびたび破損することもあり、例えば、加藤の乱の際破損した社殿の造営なども行われている。またこの時、社人の清永一を少職、春朝四を少職が造営関係のところを先導していた。本殿は国の重要文化財であり、桁行き御県、 はりましま、寄せ棟作りの社殿の上に三軒社流れ作りの社殿が乗り、二重の楼閣作りとなる珍しい形式である。屋根は日和田武器であり、この本殿の特徴的な形態は浅間作りと称される。各所に青い門と富士市の家門である、シ路の門が付され、カエルまたには菊家門や青い門や五十三切り門が並んで付されている。 富岳の木という江戸時代の記録に、彩色堀物の塔を美人誌、菊葵の門ありとあり、実際に、現在も、菊葵門と葵門が並ぶ装飾が現存している。また、富士山をご神体としていることなどから、富士山を装飾したものもある。拝殿は、つま入りで正面が、入りも屋作り、背面が、霧妻作りとなっており、本殿と同じく日和田武家である。内外面ともに、 二塗りとなっている。これらの造営は、関ヶ原の戦いの戦勝祈願が成就したことによる、家康の意向からなると考えられており、安永8年の資料にもその旨の記載がある。またこの造営における、聖戦宮の儀式は盛大なものであったと伝えられ、社人だけでも182人にも上ったという。また古くは、車窓や氷場などが存在し、 神仏集合の形態があった。現在は見られないが、見えとうといった仏教的建造物も,も境内に位置しており、漢文十年、1670年の社殿配地図に見える。社僧は本殿の裏手に広がり、神田山と称される。俗語戦和歌集における、高志弁の歌の言葉書きに、4月2十日余りの日、駿河の富士の社にこもりてはびりけるに、 桜花の盛りに見えければ読みはべりけるとあり、桜の木が古来より多く立っていた様子がわかる。祭人のこの花の桜姫の神格から桜との関係は深く、境内には多くの桜の木が植えられている。拝殿の前には、武田信玄の手植えと伝わる七本の桜が存在していたという。現在、それらの二代目とされる、信玄桜が境内に伝わる。また、 富士本宮雑記には、武田勝頼により、社中に多くの木々が植えられたことが記されている。古来は、一万年過ぎなるものが存在していたと言われ、紅葉軍艦に見える、宇野としつきより、駿河の大宮大杉より煙立てて見えるの、大杉と同一であるとされる。また、はぐら道が記した、天保九年、1838年成立の東遊悲歴では、 社殿北周囲17メートルを有する追い杉があるとし、紅葉軍艦富士追い杉ぎ声援これやと述べ、この杉が紅葉軍艦に記される煙を吐く追い杉であるとしている。駿河国神風土記には、この一万年杉が後に故死したことが記されている。境内にはかつてごま道が存在していた。このごま道は加藤の乱により、社殿と同様被害を受け、今川氏は感情による、 再建立を命じていた。しかし、本宮の別当である、報道院はこれを自力で混流し、今川氏は、新病であるとして、収蔵分を報道院に新規申している。近年は発掘調査などが進み、2008年、平成20年の発掘調査により、社殿配置図、1670年の作成とされるに、ある御間堂の建物跡が、 枠玉池北川で確認された。神仏集合の一つの資料となるとされ、位置関係としては、富士山の登山者が摩堂を見下ろせられる位置にあったとの調査結果が出ている。他に、政治湾、白日窓、青白地関連のものが出土し、摩堂跡の道にあたる石畳、中世の集積移行が確認された。ロ門前には、東西へ伸びる桜の馬場があり、 神事や武さめ式などに用いられる。また、メガネ池とも称される鏡池がある。東側には遊玉地があり、境内に流出する富士山からの湧水によってできている。何、層にも重なった溶岩の間から流出しており、特別天然記念物に指定されている。水源の岩上には、朱塗りの水や神社が鎮座している。浅間大社は大宮、 村山口登山道の起点に位置するため、富士山系を対象とした同社房が存在し、社人たちが富士登山の同社に宿舎を提供した。これを大宮同社房という。大宮同社坊聞き機には、大宮同社房のこと、古、にし協力、天文年間派、ボン三十が予防有の油田府とあり、室町時代後期に同社房が三十余り存在していたことを知られる。 富士山頂上奥宮は富士山村山口と山道頂上に鎮座する。奥宮家第一のすべてが富士箱根伊豆国立公園の富士山地域の特別保護地区に指定されている。元は富士山教法寺を形成する大日堂であったが、神仏分離令により仏像が取り除かれ、跡地は浅間大社奥宮として管理されることとなった。大日堂は京大日と称され、 薬師堂は、裏薬師と称されるのが慣例であった。奥宮境内には、富士山頂上、朝間大社、奥宮と書かれた石碑が建てられており、山頂のシンボルとなっている。山頂の薬師堂は、山薬線の徴収場の役割を担っていたが、廃物希釈により、浅間大社の抹社となり、屈指神社、東北奥宮として管理されることとなった。浅間大社、 奥の宮のお扉には大きく、金色で、国沈め無常、学と書かれ、建物内には、高齢者貴重書が設けられている。7月11日に、解散祭を行い、8月末まで新職が常駐して、祭事やお守り、等の授を行う。奥の宮の霊大祭は8月15日に行われる。9月の閉山祭以後は、翌年の解散まで無人となる。江戸時代には、 徳川家康による被護の下で本殿等の造営や内院参戦取徳における優先権を得たことをもとに、浅間大社は山頂部の管理、支配を行うようになっていた。安永8年、1779年には幕府による再挙により正式に8合目以上の支配権が認められ、現在に至る。駿河国信古時、江戸時代の地主の富士山上の項には、 八号目より上は、府軍にて、大宮浅間大宮寺別島のところを消するところなり、そのつまびらかなることは、安永八尾の例度し十二月五日下さるるところの、交際の文書に見えたりとある。この浅間大社に寄進されていた土地は、一時国有化された時期がある。国有財産法における、社寺等に無償で貸し付けてある、国有財産の処分に関する法律により、 全国各地の寺社の土地は無償で国から返還された。富士山を新大山とする浅間大社は長きにわたりその寄進されていた土地を管理していたため、他の寺社のように同法が適用されるはずであったが、特別な山ということもあり、例外として適用されなかった。本来法律通りであれば神社側の土地として処理されるはずであったが、九百五十二坪のみしか、 譲渡されなかったのである。それに対し浅間大社側は、訴願を申し立てた。そして江戸幕府が浅間社に寄進したことを示す、古文書といった決定的な証拠により、これらの土地が浅間社の経営が一であることが裁判という形で、改めて確認されることとなった。この裁判に基づき、2004年には浅間大社側に土地が返還されることとなった。ただし、静岡県、 山梨県の県境が未確定のため土地投記はしていない,い。古では山頂に近づくほどより強い神聖性を持つと考えられてきた。そのため山頂に対して寄進、放納が繰り返され、その結果現在の山頂信仰遺跡が形成された。山頂における最初の宗教的施設は松大商人が建立した施設、後の大日堂が最初とされ、 経典や仏像などが奉納された。また内因、噴火口への参戦は内因に鎮座するとされる神仏を拝する行為であった。このように奉納などが繰り返され、山頂には信仰遺跡の一部である仏像などが多く存在していた。しかし廃仏希釈により多くが撤去され、現在は一部が残るのみである。また山頂には火口に突き出す岩が、 虎の姿に見えることから、虎岩と呼ばれる岩がある。そばには、虎岩の碑があり、騎士体質の富士山記、宮古吉河が刻まれている。本宮と奥宮では、主印も異なる。またその御主印は特別性で、富士山の溶岩の砂が含まれたものが押される。高齢者基調書にある、高齢者等配者名簿に、基調。 資格は70歳以上すると記念品が授けられることになっており、この基調は1960年から行われている。奥宮と浅間大社抹社のくす神社で取り扱っており、累計では2010年時点で1243人に上る。現在の節抹社は、上記の節者説、抹社説で挙げた、境内者7社であるが、古くは、境外。 境外に多くの雪末者を抱えていた、詳細は、雪末者の変遷三章。特に、式内者の雪末者には、淵神社と死鳥神社があった。また、浅間大社に関係する神として、駿河国神明朝には、浅間御子明神の名で、第一、御子明神から第十八御子明神までの記載がある。このうち、第三おこ神、第七おこ神は、 元宮境内に拙者として祀られている。境外では和歌の宮浅間神社に第一おこかみが、二の宮浅間神社に第二おこかみが、元宮北方に祀られているほか、米の宮浅間神社には第八おこかみ、第十八おこかみを祀るという説があり、それぞれ古くは、浅間大社の拙者であった。なお、その他のおこかみの所在は、明らかとなっていない。 江戸時代以降の節末者の変遷。三宮うう浅間神社と浅間大社の間では、三宮御神口という行事が行われていた。詳しくは、三宮浅間神社三宮御神口三宮御神口を参照。これは、浅間大社と三宮浅間神社間を往復する行事であり、文献上では1577年にはすでに行われていたことがわかっているが、藤尾宮御神事長、 詳しい開始年などは不明である。1873年まで継続して行われていた。この儀式の解釈として、神が四月に旧石、三宮に戻るという解釈、または山の神が四月に他の神として里、大宮へ降りるという解釈がなされている。漢文十年、1670年の社頭絵図には信仰経が描かれており、 三宮御信仰の際に用いられるものであった。土民の通行が禁じられ、朱塗りの柱に火田武器を施したものであったという。三宮御信仰にて使用された経路を、御信仰道といい、起点が信仰橋となる。御信仰道の主表が1984年、昭和59年に、境内の土中から見つかり、元六四年末年11月と記され元六四年。 1691年に奉納されたことがわかる。現在は遊玉地のほとりにに建てられている。所在地、交通アクセス、本宮まで、奥宮までについては、富士登山を参照。注釈原点出典、原点、文献。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。